ジャック・ド・ボーカンソンの肖像、ジャック・ド・ボーカンソンは、フランスの発明家。オートマタの製作と、自動食器の製作で知られている。1709年、フランスのグルノーブルで、ジャック・ボーカンソンとして生まれた。手袋職人の10番目の子であり、生活は貧しく、ボーカンソン本人は、時計職人になることを希望していたという。イエズ・ス会の下で勉強し、後に、 リオンのミニモ修道会に参加した。そのまま生殖者になるつもりだったが、下界でキャットと出会い、解剖学の詳細を教えられたことで、機械装置への興味が再燃した。この新たな知識は、血液循環、呼吸、消化といった生命体の機能を真似た機械装置を開発する下地となった。18歳の時、ボーカンソンは、貴族からリオンに自身の工房を与えられ、 機械の組み立てを許された。同年レミニームを収める行政官の訪問を受けている。防寒村は人間を模した機械の製作を決めた。そのオートマタは晩餐の給仕をし、食卓を掃除するというものだった。しかし、行政側は防寒村のやっていることを冒頭的だと断じ、彼の工房の破壊を命じた。1737年、防寒村は 笛吹き人形を作った。等身大の人形であり、笛と太鼓を演奏でき、12曲のレパートリーがあったと言う。その指は笛を正しく演奏できるほど柔軟ではなかったため、防寒村はその手に革の手袋をはめた。翌1738年、彼は制作したオートマタを科学アカデミーで披露した。当時オートマタはヨーロッパ中で流行していたが、その多くは、 玩ング程度であり、防寒尊の生きているかのような機械は革命的だった。1738年後半には、タンバリンを叩く人形と消化するアヒルを制作した。特にアヒルは、防寒尊の最高傑作とされている。アヒルは400点の稼働部品で構成され、羽ばたくことができ、水を飲み、穀物を追番で消化し、排泄することができる。 防寒村のアヒルは確かに消化を正確に実演してみせたが、実は消化済みの食物を格納した小部屋が内部にあり、アヒルが食べた穀物を消化して排泄したわけではなかった。そのような詐欺行為は時折問題とされるが、講演者となる金持ちや有力者を楽しませるという意味ではそれで十分だった。防寒村はアヒルの蝶に使うために、 世界初の柔軟なゴム管を発明したとされている。このような革命的な発明をしたにもかかわらず、ボーカンソンはそれにすぐ飽き、1743年にはそれらを売ってしまった。これらの発明により、プロイセンのフリードリヒ2世がボーカンソンを知るようになり、宮廷に招こうとした。しかし、ボーカンソンはあくまでも、フランスのために働きたいと考え、その正体を断った。 1741年、ルイ15世に仕えた最小のフルーリー数機鏡が、防寒村をフランスの木の織物生産の検査官に任命した。彼は木の織物製造工程の改善を任された。当時、フランスの繊維産業はイングランドやスコットランドの工人を廃していた。防寒村は織物生産工程の様々な部分の自動化を促進した。1745年、 ボジーレイ・ボーチョンやジーン・ファルコンの先駆的成果に基づいて世界初の完全自動食器を開発した。ボーカンソンはパンチカードを使って織物産業の自動化を試みた。このテクノロジーは半世紀上も後になってジョゼフ・マリー・ジャカールが改良を施し繊維産業に革命をもたらすこととなった。さらに20世紀には アンチカードによるデータ入力という考え方がコンピュータに応用されることになった。防寒村が提案したものは職人には受けが悪く街中で石を投げつけられたこともあり、その発明の多くは無視された。彼は他にもいくつかの工作機械を発明している。例えば1751年頃、総金属製の旋盤を開発している。それらは 百科全書にも掲載された。1746年、ボーカンソンは科学アカデミーの会員に選ばれた。ボーカンソンは1782年、パリで亡くなった。ボーカンソンは自身の発明品コレクションをルイ16世に依存している。このコレクションはパリのフランス国立工芸員を設立する元となった。彼の作ったオートマタのオリジナルはすべて現存していない。 笛吹き人形とタンバリン人形はフランス革命の際に破壊されたと言われている。消化するアヒルのみ、1879年に破壊される前に撮影された残骸の写真2点が現存しており、現在ではグルノーブルのオートマタ博物館に復元品が展示されている。食器の自動化は防寒尊の存命中は実用化されなかったが、後にジョゼフ・マリー・ジャカールが改良を施し、 ジャカード食器を生み出すこととなった。グルノーブルのリセボカンソンという学校は、ボーカンソンの名を冠した、工学系の学校である。ありがとうございます。